コパリベルタドーレスフェメニーナ2011は2011年11月13日から11月27日までブラジルのサンジョゼ・ドスカンポスで開催された女子サッカークラブによる南米選手権大会コパリベルタドーレス・フェメニーナの第3回目である開催地のクラブであるサンジョゼが初優勝を果たした参加チームが10チームから12チームに拡大され 前回優勝クラブと開催地のクラブの2クラブが参加資格を得ることになった。参加12チームは4チームずつ3組に分かれて、セントラル方式の1回戦総当たり制で3試合を戦う。各グループ主位チームと2チームの打ち成績、最上位だったチームの4チームが決勝トーナメントに進出する。 当初はコンメボル加盟各国の女子サッカーリーグ優勝チームと前回優勝クラブを合わせた11チームに、なでしこリーグ2011年優勝チームであったイナックコーベレオネッサが招待チームとしてグループリーグに参加する予定であったが、参加自体したため、開催市のチームであるサンジョゼが12番目のチームとして参加することになった。各クラブは20人まで選手を登録できる。 各グループ主位チームと2位チームの打つ成績、最上位だったチームが準決勝に進出する。組み合わせ抽選は2011年11月1日に行われた。また、すべての試合は後くマイナスに似て行われた。勝ち点で並んだ場合の順位決定方法は以下の通り、得失点差得点数当該チーム間の対戦成績以上の比較でも、 同点の場合は、当該チーム間で、PK 戦を行う。ウニベルシダ・アウトノマ V コロコロセープカシアス VJC、スポルトガールズセープカシアス V ウニベルシダ・アウトノマ、JC スポルトガールズ V コロコロセープ、カシアス V コロコロウニベルシダ・アウトノマ VJC、スポルト、ガールズナショナル V ヘリメックスサントス V カラカス、ナショナル V カラカスサントス V ヘリメックスヘリメックス。 V カラカスナシオナル V サントスサンジョゼヴルジュ、キトボカジュニアーズ V フォルマスインティマスフォルマス、インティマス V ルジュ、キトボカジュニアーズ V サンジョゼフォルマス、インティマス V サンジョゼボカジュニアーズ V ルジュキト3、グループの2チームのうち、成績最上位のクラブが、決勝トーナメントに進出する。サントスは、同じブラジルのサンジョゼと準決勝で対戦する。これは、同じ国から、 複数のチームが決勝トーナメントに進出した場合、同国同士の決勝戦を避けるために、同国同士の対戦は準決勝で行われる。要2011年11月14日に定められた。コロコロ V からカスサントス V サンジョゼからカス V サントス、コロコロ V サンジョゼ。ありがとうございます。